こんにちは、ブルーユナイテッド EFC 所属のアグです。好きなチームは、マンチェスターシティです。好きな選手はセルヒオ・アグエロです。得意なプレースタイルはドリブルで持ち上がってスキルを使ってフェイントを使って攻めるスタイルが得意です。スコア目標を5-0で。コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしてエティハドスタジアムからお送りします。福西さん、どうぞよろしくお願いします。かんないよろしくお願いします。攻撃的な4-1ですね。終盤で数的サーリング、いやセルジオ・ブスケス、イヴァン・ラキティッチ、アルトゥーロ・ビダル、あ、なるほど、ピケピケやプレスをかけられています。デブライネ、アグエロ、このコースは読まれていたか。これはカウンターを狙いそうです。決められるか。よし、カウンターアタックが終わっていません。あ、ダメだ。これは見事なインターセプト。まずい。ちょっとコースが甘くなったか。あ、緊張してますね。くそ。セルヒオ・アグエロ、あ、走り込む味方にアグエロを打つ。打つな。そう、上手に入れるな。ナイシュー。リオネル・メッシ、あれ普通入んないでしょ。カイル・ウォーカー、絶妙なパス。あ、当たる身だ。マークレゼ、趣味的にしたはずなのにな。スペースへのボール、あー、いやー、それキャッチできんの。イルカイ・ギュンドアン、味方がサポートに来ます。オフかな。押さえじゃないの。いや、なかった。ピンチを出します。ギュンドアン、パスを返します。キャッ、レブライネ、よし、あボール前までは行くんですが、そこでボールが止まってしまいます。止めて、ダメ、いやシュートした。このシュートは完全に枠を外れました。この選手がラッキーチです。まずい。流します。バルセロナに対してちょ、いけー、抜けろー、ちょ、待って、ここで狙いたい。危ない、マニキー。くっそー、ほら、イエローで来たわぞ。危ねー、タイム。本気モードいきます。イエローもらってるんだもんな。どうしようかな。フィンタ、まあいいや、まあいいや。よし、ショーカードでしょうか。2枚目ですので退場になります。退場、え、来た、退場来たんじゃないこれ。ええ、そうですよ。で、いるんだけど。あれあれあれ、嘘ってこと。西岡さん、次やったらってこと。ゼブライン、何、退場になりますって言ってますよね。ね、でも、いますけどね。クロスを上げたい。ルーズボールになった。ここはいつもね、取っちゃう。あー、ダメだ。さあ、どうだ、入りました。試合はまだ終盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。マスタイムあるまだ。ダメだよ。スタ、素晴らしいスルーパス。マークです。よっしゃ、うわーい。まだ2-0だ。まだ2-0。こっから3点か。5-0じゃなかったら俺の勝ちっていうこと。わかりました。いいでしょう。よっしゃ、マジか。あっと、こぼれた。セルジオ・ブスケス、あ、ダメ、何やってんのお前。走り込む味方に、あいつ何だなってことに。オッケー、今のだ。すぐ寄せてくるよね。もうすぐ来るよね。抑え、抑え、抑え。そうだよな。あと1点しかない。ピンチ、やべえ、あと1点しかない。この試合にマークです。フェルナンジーニ、アグエロ、あ、しまった、アグエロがいい位置に抜かれた。よし、アグエロが
よしありましたね。すごいだよ。アグ走り込む味方にアグロのスルーパス。マンテスターティのゴール。ちくしょう。6-0 か。あれ。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。参りました。GG でした。ナイスね、ありがとうございました。ありがとうございました。